とう、ね、本当に来てくれて。いや、初めてやねん、ゆう。こうやって人のさ、ショールームとかにさ、サプライズで行くみたいなやつ、初めてやねん。でも、来た、あ、違う、うちが行ったっちゃ。そう、誕生日の時来てくれて。そう、その時めっちゃ犬いじっちゃったからね。あ、そうやそうなん、そう、めちゃくちゃ面白かった。ドキドキするの時でしょ。ちょうど、まあ、正直もうそれいじられてると思ってない。あ、なんか、そうやって好きで言ってんねやなと思ってる。なんか。あ、なんか私のこと好きで言ってんねやなって思ってる。確かに。でもそれが多分まだ出始めの時期やって、そのドヒドヒ解禁日ぐらい。あ、なるほどね。ドヒドヒ解禁日って何だからなんか新鮮で、もうその時のうちらには、うん、好き、もうそういうの下がる、下がる時の、そうで、もう超面白かったよね。超面白かった。いっちゃん笑ったショールームやった。人の前であんなに笑ってた。そう、あんな笑いかしたらいかんみたいな。自分のネタで悪いやん人のネタで笑うと、何なんこの人。お誕生日おめでとう。今日やんな。今日24歳。え、じゃあさ、沼と同い年で。同じ。違う。すごくない？そうそうそう。沼もな。あ、ちなみに、そう、うん、免許も更新してきた。でもペーパードライバーでしょ？じゃじゃじゃ。乗せてよ。いやいや、軽く、まあちょっとペーパーなぐらい。あ、そうなん？うん。そう。してきたんだよ、私。偉いね。ちょっと漏れたっぽい。後で見せるわ。あ、写真。あ、そうなんや。そうそう。見たい。みんな免許欲しいな。私も。でマジで。マジでさ、撮るならマジで東京だよね。もうこっちは宮崎で撮ってるから、無理よ。東京の道運転するなんて。確かに。そうなんだ。うん、もう全然違う。車の量も違うし。あの、車線どうなってんのってちゃんと見たことあるみんな。24。ごめん、急に。しみしみすんなよ、うちの年齢で。出た時19歳やと思う。ほらさ、うちらこんなふざけてたら時間足りないよ。うちらのさ、うちらのおふざけはさ、10分で収まるもんじゃないじゃん。だから誕生日やから、ね、もう、あの、しゃべって。そう。あ、うん。あ、え、あれ、マイク。まあ、一応ね、そんなマイクなくても多分声拾ってくれるんやけど。そんな高めなのガンマイクは用意せんでも、下もいらんから別に、上と下でみたいな。あんま見たことない。どっちかみたいな。あ、同期取らなくても大丈夫。どう、ちょっと今カメラ別に1カメ回ってる回ってます。どっち撮ったもんね。さ、なんかその手と、なんか撮るんですよ、カメラ何個かあるときに。あ、でも今いっていい、どきっていい、あ、今これでね、なんか撮る、やるんですよ、カメラ回す前にみたいな。でも別に今別にね、これ1個あるだけだから、これもいらないし、カメラもいらないんだけど。あ、ちょっと撮ってます。ね、確認あるの。ガンマイクここ位置難しいから調節するんだよね。今のそう、もう一回どうする？ケイマックスケイマックスの二人だから。最近さ、うちらさ、桜ミンツでさ、うちら同期取ってんね。マジいいな、同期さ、結構みんな好きじゃない、メンバースタッフさんがさ、これ同期取ってる、そうで、やりそうやなと思った時にこうやってやって、水平やないとあかんね。あ、そうやと。平行で。同期って一回でいいと思ってたんやけどさ。違うと。桜蜜、皆さんこう。一回やんねん。かっこいいやろ。マジ？だから、ゆいも今日やってきた2回。え、そう、だからなんで2回してるとかなと思って。あ、波形でね、なんかね、合わせるんだって。かっこいいね。かっけえ。うん。でも、ね、全然、じゃあ、コメントね、コメント。はいはい。何？めっちゃ来れて嬉しいんやけど、邪魔はした。ちょっと、ほんまにわかんない。ね、大丈夫やって。もう喋って。ね、優しい。わかる？伝わった？みんな。超優しくない？優しいよね。変な。なんかどんどん崩壊してきちゃった。頑張ったんやけど、ごめんな。全然ありがとう。でも結構溜まってるよ。もやコメディ。コメント読んで、はい、読みます。うん、あ、みんな、あ、でもさ、この3人でコールオブデューティーモバイルやるよね。あの、旅でやるよ。私たちは旅って言うんですけど、普通バトロワとかって言うんですけど、私は旅って言う。最近は出てない。そう、旅行ってない。そう、旅って呼ぶ、普通はちょっと違うんだけどね。それはやってたりします。なんかいい、祈りできる。あ、祈りできるよね。この中で一番下手なのゆいちゃんだから。なんか別にマリナに多分ついていけるんで、そうそうそう。ついていけてるやろ。いや、まあ、だってまあ、でき、範囲内入れへんかった。範囲内入れへんくって死んでいくねんな。入んないんだよ。そう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 。
森永でも一番うまいよね。え、マジで。でもさ、ゆみちゃんとさ、うん、4人でやったりとかした時にさ、うん、3人が MVP みたいな範囲で、うん、マジかっこよくて、それが三重師って呼んでるんですけど、私3人のこと知らな。そう、3人が M、 あの倒した人数とかで MVP3 位まで入るんですよ、うん、私いつも1人だけ外れてて、そう、3人が MVP 入ってるかっこよくてキラキラして毎回スクショしてるんです、うん、ゆいちゃんだけさ、キル数少ない。24 23歳が好きだから私で24いいやん。いいやん、ほんと。いや、年女じゃん。そうだよ。え、そうだ、え、タツね、ウサギね、ウシトラ、ウサギ。あ、まあ、なんで、コシタガの、コシタガじゃない、来年がタツ。そう、来年が。じゃあ、かわいそう。ごめんな、喋って。ちょ、いいよ、喋って。ごめん。でも、急に、ね、痛い。ねえ。膝、あ、間違えた、すね。ね、ウサギだよね。私が一番上、そう。1個違いよ、みんな。24、23、22の年で、まあ、2人は早生まれだから、あれなの。はい、ウィンクして。そう、2時、コントやってるのって、やってないよ、もう、ほんとに。いや、でもさ、この2人がさ、ボケ出すと、こっちが突っ込まなきゃいけないの、ほんとに。ほんとにね、大変よ、これを突っ込むの。まつりちゃんのソロショットが欲しいよっていう。手邪魔って言ってる。でもじゃあここでさ、こうして。あ、そうや。はい。肩が。かわいい。みんな。おしょ。おしょ。はい、来て来て来て。はい、来て来て。じゃあまず半分。うん。わかる。いつでも笑って優しくね。イエーイ。ポポポポポポポ。あ、ケーキケーキケーキ。ほんまにせっかくやから。ガトーショコラ。ご注文は？ガトーショコラ。よっきり取ったか。しょい。やめて。同期いいって。もう。やめなよ、ほんとに。すごいおもろいやろ、この二人。もう、ほんとに。また歌って。ん？何？ふうすんな。ねえ、さっきから、さっきも歌っちゃった。しまえなが歌っちゃったけど。歌っちゃダメなんじゃないって教えてもらえ。え、しまえながちゃん？うん。なんで？え、じゃ、このショール、私。歌じゃないからってことか。そう、桜のじゃないから。早く言ってよ、歌い始めた。今日って言ってきた。今日で言ってくれたらよかったよ。全部踊った。ちょっとだけ。ごめんごめん、でみんなが言ってくれた、ね、そう、教えてくれて、ごめんなさいって謝った。みんなの方が楽しいじゃん。ありがとね、ありがとみんな。え、待って、あと1分、みんなどうする？え、どうする？1分しかやったらあかんの、あと。え、1分しかやったらあかんの、あと。じゃない、マジ時間やもん。決まってるやん、1時間って。本当にありがとみんな、ありがとうございました。本当に私はみんなに支えられて生きているので、ちゃんとそれを本当にお返しできるように、これからも頑張りたいなって思います。24歳の松田里奈ちゃんもよろしくお願いします。ありがとう。また、え、そっか、てかさ、普通に3人とかですればよくない？今度。うん、そうだね。いいね。そうしよう。それしよう。やりまーす。また今度。ありがとう。ありがとうね。日本の皆様もおめでとう。おめでとう。ありがとうね。ほんまにおめでとう。すっごいおめでとう。バイバイ。